ガラバー、皆さんこんにちは。和京のアレンです。今回はではですね、ミャンマープラザというすごく大きなショッピングモールに来ています。はい、で今回ショッピングモールでミャンマー の人たちが中にいるのかどうかとか、あとはトイレットペーパーがまだストックがあるのかとか、あとはこの中でいろんな中にマーケットプレイスさんが入っているので、そのマーケットプレイスさんの中も覗いてみて、食材不足が起きているのかっていうのを少し見ていきたいなと思います。こちらが今早速アレンがいる入り口なんですが、こちら見てください。この男の人がマスクをつけた彼がこうやっておでこにこの機械を当てて、この熱があるかを一瞬で測っています。これでもしも熱があるって分かったら、すぐ家に帰されるか病院に連れてかれるっていう感じで指示が取られています。でこちらがセキュリティで、このヤンマーに、はい、ヤンマーの大きなショッピングモールは必ずこうやってチェックして危ないものがないかもらいます。あ、こちらぜひまでかな。こうやって予約の中に入れました。はい、今のところ結構お客さん多いです。はい、あ、なんかコロナで意外とこういうイベントとか開催されないと思ったんですけど、なんか小さなイベント開かれてますね。はい、意外と人います。はい、コロナで心配してると思ったんですけど、意外となんかあんまりパニックになってない感じしますね。はい、はい、こちらはミャンマープラザの1階の方に来てます。はい、こちらで何か少しイベントが行われてるみたいで、はい、なんかこういったのはコロナ関係なく開催されてるみたいです。はい、お客さんの方は相変わらず多いという形で、はい、特になんかコロナの影響を受けてる感じあまりしないですね。はい、スーパーの方はすごくあったんですけど、大きな大型ショッピングモールはスーパーマーケット以外にもいろいろ入っているので、そのせいもあっていろいろとお客さんはいますね。はい、こちらの映像が見える通り、いろんな方が、はい、ショッピングモール入ってます。今のところなんかコロナの影響を受けた感じはしないです、個人的に。はい、こういった小さなイベントも開かれているので、あとお客さんもこうやって集まっているので、まだ今からですかね、制限かかってくるのは。はい、と思います。はい、今アレンはこちらのメアプラザ2階の方に来ています。そしてアレンが今回来たかったのはこちらです。こちらのマーケットプレイスさんっていう、今回前回の動画でシーマートさんを訪れたんですけど、今回マーケットプレイスさんのミャンマープラザの中の店舗を訪れました。はい、今回ちょっと中に入って見てみたいと思います。はい、まずこれ見てください。もう時間帯とか関係なしに、もうすごいいろんな人が買い物に来てます。はい、これはこう普段見るマーケットプレイスさんよりも多分人もたくさん並んでますし、皆さんこのカートとか買い物カゴで来てるので、これ結構コロナの影響あるのかなと思います。はい、この辺を見るとやっぱり、あ、これはもうコロナですね。はい、すごい渋滞してます。皆さんもう買い出しに忙しいですね。マスクをつけた方も結構見られる感じです。はい、こうやって納品もしてるんですけど、この納品も実は追いついてないとの情報もあって、もう売れるものがなくなってしまって、もうどん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 クローズするというふうに話を伺っています。まず至る所に段ボールも積み重ねられていますね。はい、意外とびっくりしたのが、このヤンゴンにいる、このヤンゴンでお仕事で来た外国人の方とかもこうやって買い出しに来てるっていうのはすごくびっくりしました。はい、ローカルの方だけでなくて、このやっぱりヨーロッパから来た方とかもすごく情報を敏感に受け取ってて、こうやってローカルの人と同じように買い出しをしている様子も伺えられます。はい、もうこれはミャンマー人だけというよりも、ミャンマーにいる全ての人がもうこうやって買い出しに来てるように、はい、感じます。シーマートと同じ感じで、やっぱりどん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 
在庫がなくなってて、それに納品が追いついてないっていう状況が今マーケットプレイスさんに、はい、起こっている感じです、ね、はい。じゃあ続いてトヨタペーパーがあるかどうかちょっと見てみたいと思います。はい、日本にもトヨタペーパーの品切れ買いだめが起こってすごく大変だったらしいんですけど、ミャンマーの方はトイレを使う際にトイレットペーパーはあまり使わないので、日本ほどはあのアレンの予想ではこの買いだめというかそういうのがあまりないのかなという印象ではありますけど、はい、ぜひ見てみたいと思います。こちらご覧ください。あ、今店長とお客さんがいますね、はい、やっぱりミャンマー人はここまでトイレットペーパーをストックしないのかなと思います。はい、全然在庫あって、それでもやっぱりこう買いだめをしようと考えている人がいますね。やっぱ日本と違ってやっぱミャンマー人はトイレを使うと水を使って洗い流すので、そういった意味でやっぱりあの消費が少ないのかなっていう感じはします。はい、でも先ほどのお客さんみたいにやっぱり買うお客様もいらっしゃいますね。はい、こちらの、はい、外国人の客さんもやっぱり見に来ています。こちらもすごく忙しそうに、はい、しますね。はい、そういった感じでトイレットペーパー意外と在庫があることが分かりました。はい、これから少し野菜とか果物が置いているコーナーの方に向かってみたいと思います。少し話は変わるんですけど、こちらの花ご覧ください。こちらにもたくさんかかってるんですが、こちら あの花たちはこのウォーターフェスティバル水かけ祭りでこの象徴と呼ばれている花なんですけど、これをこの水かけ祭りに向けていろんな方があのいろんな店とかいろんな店舗にこうやって飾られるんですが、今回水かけ祭り中止となってしまいました。はい、でも飾り付けは未だにあるっていう感じですね。はい、こちらが、はい、今果物と野菜があるコーナーに来ました。こうやって見ると特に在庫不足っていう感じはしないですけど、でも本当だとこのリンゴとかもいつもこれぐらいたくさんあるので、その辺見るとやっぱり少しは影響が出てるのかなって感じはします。はい、見てください、これ一つずつ消毒してます。これきっと、はい、コロナの影響かなと思います。はい、この辺の野菜もたくさんまだストックはあるみたいですね。思った以上にこれジャガイモとかもほとんどないですね。なんか日本のスーパーマーケットと違ってミャンマーのスーパーマーケットでたくさんこう積み上げるんですよ。この山みたいにこんな感じで積み上げるのがあのミャンマーのスーパーマーケットなんですけど、この山が少しあの少ないというか浅い感じがします。はい、今まで見てきた中であれか思うんですけど、そういった感じで少し、はい、まだ在庫はあるんですけど、でも前と比べたら少しやっぱり減ってる気はします。はい、その辺でやっぱりコロナの影響を受けてるのかなとは一応思いますね。はい、という感じで、はい、これは今回ナナプラザに来て分かったことなんですけど、お客さんは、まあ、あまりコロナ関係なしに訪れてて、あのモール内でイベントもあったりしたりしてて、そのナナプラザの中にあるマーケットプレイスさんのお客さんみたいに見たんですけど、たくさんやっぱ来てて買いだめしてる様子がやっぱり伺います。あとトイレットペーパーだったりとかそういった、まあ、必需品は意外とまだ残ってたりして、まだ、はい、買う余地があるというか、はい、未だに訪れるお客さんはいるかと思います。これからも何か分かり次第どんどん、実際に現地に赴いて、実際の現地の様子を動画に収めていきたいと思いますので、これからも山脇の動画をよろしくお願いします。ではこの辺で失礼します。たったー。